というわけで、まずは今世界で羽ばたいているゲストから夢への羽ばたきエピソードを伺い、明日へのヒントにしていこうという企画じゃ。まずはこれを見ればわかるさ。おお。なんかすごい。私の知ってるリフティングじゃない。浮いてるように見える。ああ、見たことある私。フリースタイルフットボーラーの徳田光太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まず見てどうでした？ボールなんか上かつってるんじゃないかなって思うぐらい、なマジックなんじゃないかって思うぐらい、知ってるリフティングと全然違った。わかる、知ってるリフティングな、あのポンポン蹴るやつと全然違いました。ほら、詳しくゲストの紹介するで。13歳の時にフリースタイルフットボールを始め、17歳で史上最年少の日本チャンピオン、2012年には日本人初の世界王者に輝くなど、まさに世界に羽ばたくフリースタイラー。ねえ、経歴が。ありがとうございます。今何歳ですか？今22歳です。今22歳。何歳だ？同い年、世界一。同い年、世界一。私も目指せば、何かで目指せばこの年でもしかしたら慣れてたかもしれないことかもしれないかもしれないですね。うわー、同じ時間生きてるのか。超基本なこと聞いていいですか？はい、フリースタイルフットボールって何ですか？うん、そのサッカーの基本的な技術であるリフティング、うん、ボールをポン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 落とさずにこう蹴り続ける、うん、この動作になんかいろんな技をこう足していって、落とさずにどれだけすごい技ができるかとか、かっこよくできるかとか。やっぱフリーいうことだけあって、やっぱり自由なの、はい、自由ですね。何やってもええの？はい、何やってもいいです。ちなみに、自分だけしかできない技とかもあるんですか？はい、ありますね。はい、何ていう名前？徳田クラッチっていうのがあるんですよ。徳田クラッチ、トクラなんですよね。トクラ、はい、ニックネームがトクラで、世界のいろんな選手からトクラトクラって言われてるんですよね。はい、そのトクラっていう名前を付けた技名がトクラクラッチで、クラッチは挟むっていう意味で今使ってるんですけど、それは宙返りしながら、バック宙しながら空中でキャッチする。見たことあるかもしれない。そんなことできる？バック宙しながら空中でこう蹴り上げたボールをパシッと取ってサッとこう蹴るみたいな。2万回ぐらいで1回ぐらい挟まるかもしれないけど、それ確実に挟むわけやもんね。そうですね、はい、ステージの上でやんなきゃいけないので、ほぼ 100% に成功率を持っていって披露します。始めたきっかけとかも聞いて聞いて。もともとサッカーをやってました。サッカーね、やっぱり、はい、サッカーを小学1年生からずっとやっていて、うん、もっとサッカーを勉強しようと思って書店に行っていろんな本を読みながら勉強してたんですよ。その時にたまたまフリースタイルフットボールっていう本を見つけて、それに DVD がついてて、 DVD 見るとまた街中でかっこよくボールを蹴ってて、それに憧れて始めたのがきっかけです。何歳？それが13歳です。11です。サッカーと並行して始めたってこと？そうです。3年間は、中学3年間はフリースタイルフットボールもサッカーもやってたんですけど、中3で怪我をしてサッカーがちょっとできなくなったので、その時たまたまやってたそのフリースタイルフットボールを高校生からこう専念してやるようになりました。やっぱ全然違うんですか？もう別物ですね。なのでこの前ブラジルに行った時にネイマールっていう選手があったんですよ。あったん？あったんですか？あったんですよ。サッカー大好きだもんね。サッカー好きです。ネイマール知ってる？はい、ネイマールとこう一緒にボールを蹴る時間を、あの優勝したご褒美に、はい、で、一緒に蹴ったんですけど、やっぱり技は僕の方ができちゃいました。何みたいな。何のうちやねん。でもそうやわな。そらそうやわ。ネイマールはドリブルが上手いし、はい、シュートは上手いけども、はい、コートの中ではもちろんネイマールの方が上手いです、はい、コート出てリフティングになると、はい、僕の方がすごいな。同じボール使ってネイマールさんにこう、はい、それを見せた時に何か言われたりしたんですか？まあ、もちろんうまいねみたいなことは言われたんですけど、軽く引いてましたね。そこまでやるのかよ。引かせた男で。そうですよ、すごい。この後、我らが高柳にフリースタイルフットボールに挑戦。この番組は長谷園と
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回のゲストはフリースタイルフットボール世界チャンピオン徳田さん。そんな彼に弟子入りするべく高柳あかねが徳田さんの練習場を訪問。見てください見てください、徳田さんやってます。もう一層羽ばたきたいなと思いまして、はい、フリースタイルフットボール教えてください。サッカーはやったことありますか？サッカーはほぼないです。ほぼない。運動は？運動は今 SK48 として踊ってます。はい、わかりました。サッカー未経験なのになぜか自信満々の高柳。なんだか嫌な予感がするが、やるならやっぱり一番派手なやつをやりたいんですよ。一番派手なやつ。メンバーが見たらもう土下座しちゃうような。わかりました。じゃあちょっと僕がやってみるので見ててください。これとか、はい、無理です。無理ですよね。自分で言っておきながらあっさりと白旗を上げる高柳。まあ難易度マックス、世界を取った必殺技特なクラッチは無理だよな。ということで、じゃあもっと簡単なのにします。そうですね、ちょっとランク下げて、はい、難易度は一気に下がり基本中の基本リフティング。真上に蹴れば何回でもできちゃうので、はい、そうですね、真上に蹴ればいいんですね、はい、しっかり真上に蹴ってください。せーの、はい、はい。ごめんなさい。高柳メンバーではなく自分が土下座。名前を言い過ぎました。はい、じゃあ、はい、もっと簡単なのから、はいはい、まずこう挟むんですね。で、左右どちらかにジャンプしながらこうするとボールが浮くんですよ。この浮かす技を今日は挑戦しようと思うんですけど、はい、リフティングを断念しヒールリフトに挑戦。これができなきゃあとはない。コツあります。コツあります、はい、しっかり挟むですね。くるぶしでしっかり挟みます。思いっきり利き足を上げます。その時に右利きなら左側にこう体を倒しながら膝を勢いよく上に上げるですね。上がったボールを逆足ですね、逆足で蹴る。これで完成です。高柳あかね、いきます。しっかり挟んで、せーの、ワン。せーの、はい、あ、難しい。これぐらいはどれぐらいの年のレベルでできますか？大体小学低学年でもヒールリフトできる子いるので。できなければ小学生の低学年以下。チーム K2 リーダー本気モード転化。せーの、あ、惜しい。後ろに行っちゃう。足をちょっと前に出してみましょうか。はい、はい、せーの。そうです。おお、なんかすごくない？わ、もうすぐでキャッチできます。せーの、はい、キャッチ。やったー、やれたー。できました。ついにヒールリフト成功。その後も、はい、やだ。完璧にヒールリフトをマスターした高柳。そこで今回訪れたもう一つの目的を果たすことに。私、世界一に上り詰める人ってどれぐらい運動神経がいいのかっていうのをすごく気になってて、はいはい、どうしても知りたいので、はい、ある方と対決をしていただきたいなと思うんですけど、はい、いいですか、はい、対決していただく方は、はい、この方です。だ、長チェキ、イエーイ。で、実はこの方、はい、お笑い界ではちょっとマイナーリーグです。でも運動神経に関しては、はいはい、芸能界メジャークラス、はい、正直いらない。あ、そういう正直、まあ、間違ってないですよ、間違い情報としては。弾丸ジャッキーオラキオ、高校時代には体操で九州チャンピオンにも輝いた芸能界随一の運動神経の持ち主。よし、頑張ります。運動差すごいですね。運動差がすごい。2人に競ってもらうのはこちら、テクニックタイムトライアル。こちらはですね、それぞれ各自の技を何回できるかを競っていただきます。1分間でより多くの技を決めた方が勝利となります。ただ僕宙返りめっちゃできますよ。お、
宙返りで芸能界のし上がって、まだのし上がれてないですけど、あのお笑い界のきっかけをつかんだ男ですから、はい、徳田さんは、はい、1回やって1回失敗するかなっていうぐらいだと思うんで、まあ、あの連続でやったことがないので本当に今回も分かんないです。果たして勝つのはお笑い界へのきっかけをつかんだ爆中か、それとも世界の頂点をつかんだ必殺技か、果たして。よーい、スタート。世界に勝つ。おっ、おっ、これは焦りが怖いですね。おすごい、もうボールを落としてない、ボールを落としていない、ボールを落としていない。すごい、すごい、これ大変だ。頑張って。30秒経過、半分です。すごい、ボールが地面についてないですからね、こちら。あと10秒、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、ビビー。完全にやっちゃいましたね、勝ちましたね。やっちゃいました、はい、行きましたと。ちょっと焦りすぎて珍しくミスっちゃったんで、おあのそこが心配ですね。心配です。果たして勝ったのは？結果は10回。うわー、キリがいい、キリがいい、確かにキリがいい。徳田さん、結果は15回。早かったですね、悔しがるの早かったですね。みんな、徳田さん、やりました。あの思ったより辛かったんで、この練習すればもっと上に行けるかなと思いました。嬉しい、はい、徳田さん、はい、本当に今日はすごい技見せてくれて、ちょっともう一回いいですか、すいません。マジか。最後まで結果を残せないオラキオはさておき、